ノルウェー王国の最盛期訪に4世、ホーコンソ尊は、ノルウェーの国王、ホーコン3世の子、老王と呼ばれる。ノルウェー王国の最盛期を築き上げ、ノルウェーにおいて、最も偉大な王と言われる。1204年、七コン3世が、反対派に暗殺された後に誕生した。1217年、貴族たちに要されて即位した。翌年には、 父の代から続いていた内紛を収めることに成功する。父と違って聡明な人物であり、申請後は、旧貴族を廃止、農民を上層基礎に内政を確立、法官衆を成分化し、殺人、人妻略奪、フェーデを禁じるなど、豪族支配によるノルウェーの古い社会秩序に打撃を加えた。また、王室の顧問会議機関を設立して、王権強化を進めたり、 着手による相続法を制定などして国内体制を盤石なものとした。対外的には1217年にイングランド王ヘンリー3世と両国の歴史上で最古のものとされている通商条約を締結し、ノルウェーからは特産品の塩漬けのニシンやホシをといった海産物や木材などを輸出し、イングランド王国からは穀物、武器、 毛織物を輸入するといった通称で国は繁栄する。1247年にはローマ教皇施設団より王冠を授けられる。1250年にはハンザ同盟と通称条約を締結し、さらなる繁栄をもたらした一方で、その結果ドイツ諸都市がノルウェーの商業上の主権を握ることとなった。軍事面においては貿易で蓄えた財を使って、 積極的な領土拡大を行い、最盛期には、スカンディナビア半島の3分の2、アイスランド、グリーンランド、マンジ島、スコットランドの領土の一部を支配し、一時は、北海の覇権を握ることに成功した。1241年のアイスランドの政治家、スノリストルルソンの暗殺にも関わっている。しかし、これらの大規模な遠征や、アイスランド、グリーンランドなどの新領土における、 開拓、国内各地に大聖堂や、多数の修道院の建設、西欧文物の翻訳作業など、これらの大事業のために、知世の末期には深刻な財政難を招いてしまった。法根四世の晩年は、財政難による国力の低下は、国内の外国商人の台頭による物価投機なども発生した。さらに、北海諸島の領有権をめぐって、スコットランド王国と対立し、 1262年にヘブリディーズ諸島が攻撃を受けると、黄昆四世は問題解決のため老体を押して、スコットランドへ向けて申請を決意する。1263年末、200隻の船と1万5千人で構成される大軍でスコットランドへ向かったが、スコットランド海岸周辺で嵐に遭い、ノルウェー艦隊は大打撃を受けた。それは、 ローモンド湖へ向け40隻の船が陸上を引きずられるほどだったという。それでもなんとかスコットランドに上陸したが、ラーグズの戦いにおいて、スコットランド王アレグザンダー3世が率いる、スコットランド軍の前に大敗した。戦いの後、あカークウォールに到着後、ホーコン世は死境間にて、翌年夏にスコットランド遠征を再開するまで冬をオークニーで越すことを決めた。 しかし、ーコに4世が病に倒れ、1263年12月15日に、急死したことで、再遠征はされなかった。これによって、ヘブリディーズ諸島を失い、ホーコに4世の死後は、王国は、急速に衰退していくこととなった。愛称カンガ・がンゲとの間に一男一女の書士を、設けた。1225年に、ヤールスクーレ・ボルドッソンの娘マルグレーテと結婚した。 ありがとうございます。